はい、どうもです。今回はですね、こちら謎の箱ということで、カメラマンの荻原がね、プレゼントしてくれたんですよ。まだね、何が入ってるか分かんないんですね。うわー、マイク入ってない。ぐー終わった。ということでマイクが入ってないのでアフレコ。ちなみに最初の挨拶からアフレコですね。それでは早速箱を開けていきましょう。ちなみに今回深海魚詰め合わせとだけ書いてあって何が入ってるかは分かりません。さて開けてみましょう。オープン。うわ、なるほどなるほど。ちょっとさすがに凍りすぎてるんで一旦解凍してからにしましょうか。待って、俺分からん魚結構いるわ。まずは分かる魚からいこう。三島おこてで、これデカ三島おこてですね。三島おこてなんか魚が見えるんだけど、なんか口なんか、まあ後で見ていこう。これがオニキホウボウじゃないかな。オニキホウボウめっちゃ入ってるな。誰がさばけるんやろ、こんな素人向けに売られてるけど。オニキホウボウいっぱいで、これメヒカリじゃないかな。いや違うな、メヒカリじゃないな。あとオニキホウボウいっぱいやな。あ、これ可愛いやついるわ。緑ふさあんこう、あとわからんかも。あ、待って、フグ入ってる。え、大丈夫？俺フグの調理師免許持ってないんだけど、これさ、わざと口の中入れてるのかな。これあんこうっぽい見た目してますけどね、なんでしょうね、わからん。これミコノオビとかに似てますけどね。下ビラメっぽい魚。イカも入ってる。うわ、ここにも入ってるイカ。待って待って待って、量が多いって。待って待って待って、何やこれ。ちょっと待って、まな板乗り切ったんですけど、どうしよう。これやばいって。動画が8本分ぐらいある。セミホウボウっぽいのが出てきた。同じ系は同じ場所に置いていきましょう。これはやばくない？ねえ、これ何？冷凍しちゃいけないものでしょ。冷凍で送られてきてるんですけど、ゲロみたいなの出てきた。タコですね、これ吸盤があるから。メンダコかな。絶対冷凍しちゃダメなやつだよ。でも誕生日プレゼントもらってもさ、一人で食べるの申し訳ない。このタコあげるわ。いや、大丈夫です。これは増田さんのプレゼントなので。いや、全然あげるよ。全然いらないっす。このタコのせいで全部がドゥドゥルになってる。サメも入ってる。これなんやろうな。2時間後予定あるんだけど、いけるかな。いけますね。ということでですね、今ね同定してみたんですけども、まずこちらですね、メンダコみたいですね。この辺とかがね結構一緒に見えるんですけど、これはね金頭キホウボウで、ここねちょっと違うっぽいんですよ。頭の形が違くて、底キホウボウっぽいです。で、そしてですね、こちらこのフグね、これ なんと大変です。フグの調理師免許ないとさばけません。大丈夫かこれ。ちょっと俺が今心配してるのは、この中に食べれない魚があるんじゃないかと。で、これは肝臓とかもね食べれるらしい。調べてみたら、ね、もう調理師免許は必要みたいですね。これがアブライカ、こいつがノドグロヒメアンコ、コガリツノザメで、この口が細いやつがサギフエ。わからん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 。これがね多分メヒカリ。メヒカリはね結構築地とかでも売られてますよね。で、このブサイクな魚がですね、カゴマトウダイで、これがね受け口ザラガレで、アブライカ、わからんわからん、ザラザラのやつが鬼ひげですね。この辺も鬼ひげですね。もうあとはごめんなさい、わかりません。僕は素潜り漁師なもので。これ食べて大丈夫？大丈夫です。観賞用とかなんか言ってなかった、さっき。いや、言ってない。口滑ってたよ。いや、大丈夫です。動画の尺的に全部さばくのは難しいんで、ピックアップしてさばいていきましょう。で、ヨリトフグだけはちょっとこれ申し訳ないんですけど無理なんで、除外してヤバいやついきましょう。三島おこぜ、トガリツノザ、そしてノドグロヒメアンコ、ミドリフサアンコ、オニヒエ、メンダコ、こんぐらいいきましょうか。これイカワンチャンやばい気がするんだな。こんぐらいでしょう、尺的には。これもね後でね動画外で食べようと思う。めっちゃ面白い見た目してる。口パッカパカですからね。ザ深海魚って感じですね。そこキホウボウもいきますか。この一番ちっちゃいやつさ、ゴンザレスにあげようよ。これマジで勝手に飼ったのは犯罪だから。ゴンザレス、ゴンザレス。いや、もう全然懐いてない。悪いなぁ。あ、ゴンザレス見てる。お、食べたそう。ゴンザレス食べたいか。本当に食べるんじゃない。ゴンザレスめっちゃ見てる。見てこいつ俺のこと好きなだけやん。俺に近づいてるだけやん。ということでですね、こちら8種類の魚さばいていきましょう。じゃあまずは緑ふさあんこうからいきましょうか。これね、ここを切ってこうだったと思うんだよな。オッケー。わ、かわいい。
カービィみたいですよね。これね、1回食べたことあるんですよ。僕のね、YouTube 最初2本目ぐらいかな、いや、4本目ぐらいで出した魚ですね。これ早いよな、一瞬で。フグみたい。これはもう唐揚げでしょ。めっちゃ美味しかった記憶がある。じゃあ次、ノドグロ姫アンコウ。この魚はね、なんか食べてるんですよ。パンパン、もう口から出てるしね。ちょっとこれお腹開いてみますか。うわ、胃袋の中からもしかして食材出てくる。うわ、なんだこれ、めっちゃパンパンじゃん。うわー、いっぱい食ってる。くっさ、エビとかなんかいろいろ食ってますね。なんかこれさっきボックスの中入ってなかった、ここら辺の魚これもさっきボックスの中入ってたよね。うわー、既視感すごいわ。アンコウなんで肝臓が綺麗ですね。これ緑房アンコウと同じさばき方いける気がする。これほんとね、今回はマジ謎魚しかいないんで、よいしょ、さばき方が全然わかんないけど、同じさばき方さっきとわからんくなりそう。これノドグロ姫アンコウ、緑フサアンコウ。これ食えるんじゃない？あー、でもだいぶ鮮度悪いな。ふにゃふにゃになってるわ。ちょっと分けてあげるよ。いらないっす、僕は大丈夫っす。これも唐揚げする？なんか食えそうよ。いや、やめときましょう。いける、絶対。あ、危ない危ない、もったいもったい、危ない。鱗取っておかしいおかしい、もう三鉄した目みたいになってるじゃないですか。ね、こいつ絶対食べたらあかんやつですよ、これ。皆さん、これ一つ言っていいですか？メンダコよりうまそうなんよ。メンダコよりは。なんか食べれる気がする。あ、でもまだまだ全然食べれるよ。いや、そのジャコウネコの豆とかもね、あれうんこですからね。やっぱりこういうのも、実は食べてみたら美味しいっていうのがね、ありえますから。だったら刺身で食えよっていう話なんですけど、刺身では食べたくないです。こん中からさ、また魚出てきたらさすごいよね、マトリョーシカマトリョーシカだよね。一応見てみる。あー、でも食べれそうにないな。これも唐揚げですよ。これね、ゴミ箱捨てると怒られるから臭いって。そして次、三島オコゼ。これね、浜湯さんと初めてコラボした時にさばいた魚ですね。あの、今回はですね、あの、僕あんま知識ないんで説明とかないです。これ何しようかな。こいつね、うわ、寄生虫すげえ。なんだこの寄生虫、やば。なんか卵を見つけられてるよ。うわ、これジャンマケ食べん。絶対にいらないでね、こいつね、口の中なんか見えてるんですよ。え、待って、一品追加される。またいや、いけるぞこれは。待って、すげえ、人でも食べてる。深海の人手ですよ皆さん。これも胃袋まだなんか入ってそうなんですよ。寄生虫すごいなこれ。あー、なるほど、これはモザイクや。あ、え、人で食べてみた方がいいじゃないですかこれ食べれそう。人手って若干毒あるやつが多いんですけど、だいたい食べれないぐらいの毒を持ってるのは少ないんで、全然いけるはずですよ。すごっ、おっとっとみたい。え、誕生日プレゼントでしょこれ。うわ、どうすか味の方は。やばい、本当に吐きそう。だから見た目可愛いからいけると思ったけど、これやっば、やばい、後遺症やばいな、これ。あの、そもそも皆さんね、人で食べたことないじゃないですか。人で味っていうのがあって、なんていうんかな、すっごい独特の臭い、渋いような味がするんですけど、でそれで食感も最悪やし、その人で味ってそもそもまずいのに、そこにゲロの味が加算されてる。今まで食ったものの中で一番まずかったわ。人ではもう食うのやめよう。じゃあこれ、血合い取っていきましょう。うわぁ、久しぶりにこんなまずいもん食ったわ。でこの三島おこぜなんですけど、刺身が美味しいらしいんですけど、解凍なんでおそらく身がベチャベチャになってるんですね。なんで煮付けでいこうと思います。でこれ三枚おろし。あ、意外と鱗あったわ。水っぽいですね。で反対側、皮が意外と硬い。深海魚って全然さばきやすいですね。いつも南の魚ばっかりさばいてるんで、すごいさばきやすい感じある。
で、この魚結構水っぽくて匂いもありそうなんで、他の魚さばき終わるまで塩を振って水を抜いておきます。で、これをやると水と一緒に臭みが取れるんで多少マシになります。でも普通に、あ、臭いわ。普通に臭いです。普通に臭かった。じゃあこれは置いておきましょう。で、次、トガリツノザメですね。猫ザメみたいな感じで、ヒレにね、トゲがあるんですね。で、これ結構硬いです。よし。じゃあ、ここで落としていきましょうか。で、サメは表面に純鱗っていう細かいね、鱗がついてて、このぐらいのサイズだったら全然包丁入っていきますね。で、これがサメの肝ですね。普通魚って浮力調整を浮き袋でしてるんですけど、サメは肝臓に油を貯めることで浮力調整をしてるんですね。なんで、これ、肝臓がね、めちゃくちゃでかいんですよ。これを煮詰めたものが、肝油ですね。火入れたら油になります。また胃袋入ってるわ。くっさ、いい誕生日プレゼントやな。喜んでもらえて何よりさ。めっちゃ食ってるやん。もしかしたらなんですけど、深海魚って消化が遅いのかもしれないですね。島で魚さばいてもこんなに胃袋から魚出てくることないんですよ。では尻尾落とします。もう包丁切れなくなってきた。サメは逆包丁で入れるとやりやすいんですよね。ちなみにサメってよく臭い臭いって言われるんですけど、これってサメが浸透圧調整を尿素を使ってやってるからなんですね。尿素が発酵するとアンモニアが発生するんですよ。それでね、よく臭い臭いって言われるんですけど、尿素自体には臭みないんで、鮮度さえ良ければ美味しいんです。で、このサメはすっごい臭いです。一旦冷凍してるんでね。どのぐらい臭いわこれ。4日放置した生ゴミぐらい臭いな。でもこれ臭いものほど美味しいと信じてるんで。お、でも身はまあちょっと鮮度悪いぐらい。じゃあ反対側いきます。さばきやす、気持ちよ。匂い以外気持ちよ。ちなみにサメは腹骨がないんで包丁入れやすいんですよ。うわー、めっちゃ血回ってるな。これこっち側がすごい血が回ってますね。こっち側の身は身が白くて綺麗なんですけど、まあ、このちょっと血回ってますけど、この辺にすごい回ってますね。おそらく取る時にめちゃめちゃ暴れたんだと思います。これ腹骨はないんですけど、内臓に触れた部分めちゃめちゃ臭いんで切っていきます。もう贅沢に切っていきましょう。鮮度悪いな。はい、では皮を引いていきましょう。あ、筋は結構すごそうだな。うわー、もう干物みたいな色してる。こいつだけ鮮度抜群に悪いな。絶対冷凍しちゃいけないやつだ。これ煮付けします。やばい、みんな久々に匂いで体調悪くなってる。これはやばいぞ。次、イカいきましょう。何なんですかね、このイカは。油イカ。深海のイカは初めて食べるんで楽しみですね。イカは吸盤にこの歯があるんですよ。で、これ歯がね、かなり頑丈。歯はちゃんと取り除かないとダメそうですね。ここ半分に割って、で、ここくちばしがありますね。くちばしも取っていきましょう。吸盤の歯をね、取っていきます。いつか深海魚漁とかついて行ってみたよね。これのさ、鮮度がいいやつとかだったらまたね、全然違うはずなんですよ。これ唐揚げにしましょう。俺イカのゲソめっちゃ好きなんですよ。もう臭そう。喜んでくれてる。嬉しい。胃袋の中の匂いがします。鮮度っていうよりもそもそも水っぽそうな感じがしますよね。で、ここに甲が入ってるんで取っていきましょう。皮をね、はい。で、説明してますけど、今回の魚ほぼ全部初見だからな。イカリングにしようか。これはこれはイカリングでしょ。イカリングとオニオンリングでテンション上がらない男はいないですからね。すごい色してる。はいはい、次行きましょう。次はオニヒゲ。これね、なんかね、予想なんですけど、めっちゃ美味しそう。美味しい見た目してるんですよ、身の感じが。鬼ひげって言うけど、ひげゼロですけどね。おじさんの方が全然鬼ひげって感じする。じゃあ頭を落としましょう。これ頭が相当でかいです。これほとんどね、骨で食べるところもなさそうで、ぶどう割りはめちゃくちゃ悪いですね。薄くて、おろしたらほとんど見取れなさそうなんで、このまま唐揚げにします。次は底気泡棒。これすごい見た目してますよ。これ内臓だけ取って唐揚げしましょう。包丁が入りそう。ちょっと刺してみよう。あ、全然柔らかいわ。見た目だけですね。
頭はね、落とした方が良さそうですね。全然柔らかいわ。これ鬼ひげと似てますね、形が。うわぁ、黒い中身がプレコと同じ見た目してる。プレコはなんかあんまりポテンシャルを感じなかったんですけど、この魚はなんか身の張りとかはすごいいい感じで美味しそうです。めっちゃ可愛いな。どんぐらい可愛いだろうな。漁港で遊んでる猫ぐらい可愛いな。そう、うん、思ってない。皆さん、これタコですよ。こう耳がある、あるよ。ほら、ちゃんと。ファインディングにも可愛かったのに。タコと言ったらですよ、やっぱり俺タコからだと思うんですよ。で、一応ね、塩もみしていきます。吸い付いてる。俺のこと好きなんかな。じゃあ塩もみしましょう。塩もみはね、時間が肝心。赤い塩になった。うわ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 。これね、早くやんないと塩の味が入っちゃうんで、早めに揉んでいきます。溶けていくな。早くしよう、早く。どんどん生き物からかけ離れていってる。俺、メンダコね、ずっと食べたかったんですよ。食べてみたかったんですけど、解凍したやつはちょっとなんかあんまり食欲そそられないですね。あ、でもだいぶ色が変わってきた。おそらく3回ぐらいやるともう味入っちゃうんで、これがラストですね。手洗ってる？そのレベル。塩もみしてみると色が落ちて全貌が見えてきましたね。タコなんですね。足がちゃんとあって、で、ここにね、くちばしもあります。くちばしは歯があって食感悪いんでね、取っていきましょう。胴体部分の内臓を取りたいんですけど、よくわかんないですね、見た目が。 ここが胴体だ。ここに目が2つあって、この目取っていきます。うわ、包丁が入らん。よし、 OK。なんだこれ、すごいな。タコの足を一本一本切り離していきましょう。タコからですから。これ予想なんですけど、火事になるぐらい油跳ねると思います。ほぼ水ですね。うわ、すごい。これ多分絞ったら水出てきますよ。絞った方がいいです。すごくない？絞って水が出てくるタコ。ほら、すごいな、これ。今まで食べたことない、見たことない、食べたことないっていうか感じになってる。でも水は絶対抜いた方がいいと思う。じゃあキッチンペーパーでも取っていきましょう。結構美味しそうになってきた。これで下処理が完成ですね。吸盤がね、結構ね、グロい見た目してる。これ美味しいんかな。臭いブドウって感じですね。果物？あ、でも海ブドウに近いかも。臭い海ブドウって感じ。皮噛んだ瞬間に弾けてくるような。刺身美味しくないな。今のところ全部外れですよ。はい、ということで、ようやく下処理が終わりました。ということですね、こんだけ豪華な食材ときましたら、もう味付けはね、もう濃いやつなんかにしたらダメです。塩コショウでいきましょう。全部塩コショウでいきます。これ美味しそうじゃない？ここまで来たら、のどぐろ姫あんこを、みどりふさあんこを、油イカ、鬼ひげ、そこきほうぼう、めんだこ、胃袋の中身、油いか。おいしそう。これが絶対おいしいはず。めんだこはね、多分ね、クラゲみたいな味がするんじゃないかな。そしたら次、片栗粉をまぶしていきましょう。大体臭い魚でも、唐揚げにすれば結構そこまで臭くなくなるんですよ。よし、これで揚げるだけです。セット。めんだこの唐揚げ楽しみやな。あ、もううまそう。やばい、絶対跳ねるわ。めちゃめちゃアンモニア臭するんだけど、何これ。なんか5日放置したエイと同じ匂いがする。これイカでしょ。ダイオウイカとかすごい濃度でアンモニアが入ってるらしいんですよ。深海のイカね、同じような感じなのかもね。やば、しかも水っぽさが全然取れない。うわうわこわ、今焦った。本当にイカゲソ好きなんで、一人で食べようと思ったんですけど、なんかみんなで食べようと思います。いやいやいや、あります、あります。これやばい、本当に多分食べれるか食べれないかぐらいのレベルでアンモニアの匂いすごいですね。一回エイをめっちゃ発酵させて、アンモニア臭きつい中頑張っていっぱい食べたら意識遠のきそうになりましたからね。これやばいやつよ。アンモニアってすごいですからね。メンダコは絶対跳ねる。これ絶対跳ねるぞ。やばい。うわ、ちっちゃくなったね。
これ楽しみやな。完成です。じゃあ2品目ですね、煮付けいきましょう。で、三島おこじゃだいぶ水分出てますね、ほら。で、煮付けは三島おこでとサメでいきます。出てきた余分な水分は拭いていきます。 OK。 このぐらいの下処理でいこうと思ったんですけど、サメがとんでもなく臭いんで霜降りっていう作業をしていきます。 OK。 セット。で、魚の表面だけお湯をかけて匂いを取っていきます。これをしたらだいたい臭い魚でも匂いだいぶ取れます。サメは両面いっときましょう。はい、じゃあここから煮付けにしていきましょう。まずザラメ、ザラメじゃない、三温糖で料理酒で、ここに三島おこぜとトガリツノザメで、生姜を入れていきます。 OK。 で、生姜で、またアクを取っていきます。そしたら胡椒を入れていきます。で、みりんです。はい、それではですね、完成しました。いただきます。いや、これはね、イカがめちゃくちゃ楽しみ。こんな匂いするイカマジでないもん。いただきます。待って、全然うまいんだけど。待って、びっくりした。揚げてる時はアンモニアの匂いがすごかったんですけど、アンモニアってやっぱ揮発性の物質なんでしょうね。揚げて多分ね、全部飛んだわ。若干の酸っぱさみたいなところあるんですけど、普通のイカより柔らかくて歯切れも良くてめちゃめちゃ美味しいわこれ。もしかしたらダイオウイカとかもさ、揚げたらうまいんじゃない。普通こんなんさ、硬くて噛み切れないんですけど、うん、まっ。そしたらお次、あのね、これめっちゃ気になってた、めんだこです。いただきます。あー、すっごい塩辛いですね。これ塩もみのせいなのかもしれないんですけど、めちゃめちゃ塩辛いですね。なんかそんなに味はなくて、別に美味しくはないけど食えるって感じ。臭みも全然飛んでますね。じゃあ次、のどぐろ姫あんこうということで、これはね、俺絶対美味しいと思う。いただきます。うわ、これはまた面白い味ですね。身がふわふわで食感最高なんですけど、逆にこの魚が若干アンモニア臭い。ほんのりアンモニアを感じますね。なんか気のせいかな、なんだろうな、アンモニアじゃないな、ちょっと化学っぽい味がする。うん、全然美味しいわ。次、鬼ひげ。見た目としてはこれが一番美味しかった。なるほど、全部味が違うな。めちゃめちゃ味濃いです。ただね、香りがね、かなり強いような味ですね。で、これ食レポ長くなるな。次、ミノルさんこ、いただきます。普通に美味しいですね。うん、これ結構これ気になってた、底気方棒です。あの硬い殻の唐揚げね、どうなっているのか、皮ごとですからね。いただきます。皮めちゃめちゃ食感悪いわ。でも身は普通に美味しいですね。うわ、やべ、皮が喉に刺さった。まあいつか取れるだろう。そして唐揚げのラストいきましょう。皆さんもうお忘れなんじゃないでしょうか、胃袋の中身です。まあ、胃袋の中身ね、なんだかんだ初めて食べますね。こんな状態のいい胃袋の中身ってあんまないんで。いただきます。え、胃の内容物とは思えないぐらいうまいぞこれ。逆に熟成されてていいのかな。これが一番なんなるうまいかも。うん、この胃袋の中身魚さ、深海魚の中に入ってましたよね。これ食べよう。他のやつも唐揚げにしよう。唐揚げ一択だ。めちゃめちゃ美味しい。こっからですよ、煮付け。サメがね、どうなんですかといったところでね、煮付けもいきましょう。いただきます。え、
全然悪くないぞ。臭み消えてる。なんかもう臭いっていうリアクション用意してたんですけど、悪くないですね。別に美味しいっていう感じでもないんですけど、サメとしては食感もいいし臭いもないし、猫ザメとかドチザメとかより全然うまいわ。そして最後ですよ、ラスト、三島おこぜですね。結構ね美味しかったイメージある。いただきます。うまい。結構ふわふわで煮付けにめっちゃ合うような食感で、ただ味はね結構薄め。はい、それではごちそうさまでした。いやーびっくりしたね。なんだこの味はっていうのをね期待したんですけど、全部うまかったわ。今回ね深海魚の詰め合わせだったんですけど、これね普段まあ値段がつきづらい魚とか、まあ規格外の魚がね入れられてるみたいなんですけども、どれもね全然美味しいですね。やっぱ深海魚ってねポテンシャルがかなり高いなと思いました。とあとね、メンダコは唐揚げだとほとんど味感じなかったんで、もうちょっともったいなかったな、茹でて食べたらよかったな。まあ、今日はね誕生日プレゼントということで深海魚ボックスをねもらってね、さばいてみたんですけども、普通に美味しかったわ。胃袋の人手とメンダコの吸盤以外は全然うまかったね。ということで、ね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。